だからまさか今日叶っちゃったみたいな。会いたいとやりたい多分違うと思うんですよ。一緒です。おい。待って。大丈夫よ。いける。真剣チャンネルサウナ企画。今日はなんとポンちゃんがサウナに入りに来てくれました。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと自己紹介なんかしていただけたらね。ポンちゃんって言います、はい、エッチなファンクラブサイトファンティアっていうファンクラブサイトをやっておりまして、はい、じゃあこの人多いよ。普段サウナ入るんですか？エッチな撮影で入ることはでもサウナでオナニー聞いたことないんですよ。エッチな撮影でサウナって使ったことないんで。ほんまですか？サウナでちょっとオナニーしたり。どこの施設で？あ、ラブホだ。ラブホのサウナ。あ、びっくりした。これ見てる人ね、一般の施設でそれやっちゃダメですよ。あのでがね、掲示板で待ち合わせしてる僕知ってますから。リアルやな。じゃあちょっと水着に着替えていただきたいと思います。はい、昭和っぽくジャンプしましょうか。 OK です。よいしょ。じゃあいきますね。水着に着替えるぞ。せーの、よいしょ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 。ガチなんですよ。ガチですね、これ。このサウナは石もね、変えました。サウナストーンとトントゥーと、うん、これトントゥーっていうね、茶室にいる神様らしいんだよね。へえー、そうなんよ。日本でいう座敷わらしみたいな。へえー、元気上がりそう。そう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 。これ壺みたいなのあるでしょ。これは老流用の壺なんだけど、中に水入れるとシャーって蒸気が出るのね。かわいい。これを僕は尿流。僕のイメージ、はい、ファンティアさんはサブスクタイプで、うんうんうん、マイファンズはエッチ切り売り、はいはいはい、っていうイメージが強いんだから、それはどうなの？確かにその通りやな。で、俺はサブスクにしちゃうとなんか月に何本あげなきゃいけないっていうノルマになって仕事っぽくなっちゃってしんどいかなと思ってマイファンズさんで脇の動画を売ってるんですよ。適正 AV も好きなんだけど、同人 AV のなんかこう30年前40年前の AV 聡明期の匂いがして好きなんだよね。だちょっと興味あって俺同人 AV 男優もやりたいですっていうのをツイートしたんだよね。あ、なるほど。あ、それでね、連絡くれたんですけど、ほんま YouTube 始めたての時の動画に私シミケンさんと会いたいんですっていうの言ってて。本当にガチで。そうあるんですけど、その映像が、え、これさ言霊じゃないみたいな。ちょっとそれ見てみましょうか。はい、まあ、AV 女優になってからやりたいこととか共演したい男優さんとかいらっしゃるんですか？マジでシミケンさん、女性に対する優しさとかもトップ級やと思ってて、女性第一に考えてるみたいな、うん、すごい素敵やなと思う。会ってみたいですね。会ってみたい。うわー、本当ですね。光栄だわ。だからまさか今日叶っちゃったみたいなんで。え、それ会いたいとやりたい多分違うと思うんですよ。一緒です。おいってなると僕はね、いつも提唱してるセウナっていうのがあるんですよ。サウナじゃないですよ、セウナ。気になってて、そのセックスとサウナを掛け合わせたことなんですけど、茶室の中でエッチをするわけじゃなくて、セックスをした後にサウナで一緒に整いましょう、そうすると幸せホルモンになりますよっていうことで、茶室でねそういう行為をすると他のお客さんに迷惑がかかるから、確かにセテラシーを守ってくださいねっていうふうには言ってるんだけども、さらにそう整うじゃん。整ってからセックスでもいいけども、サウナ先だとね結構男がひよって射精できなくなるので、なんでセックス先のサウナが後っていうのが、それでも気になるな。見て、汗かいてきました。これね、来ました。ポンちゃんは普段ファンティアでどういう動画を撮ってるんですか？オナニーとかビルドをやっぱ入れてとか、あと女の子と絡みがあったり、男性との絡みは、ほんまに、なんだろう、こういうね密接 YouTube 上でも撮影ですね、男の人。あ、そうなんだ。今日ね、いつもカメラマンが違うんですよ。シミケンチャンネルのカメラマン今日撮影だって言ってんのに行きたいという可能性もあるんだけど、汗かいてきたね。ちょい、これもう体熱々になってるじゃない。はい、この後はこの水風呂ね。うん、
先に入りますね、はい、正気でやれてないので。ああ、うーゆー、あ、冷たい。グリッといきましょうか。髪の毛濡れないように。はい、はい、グリッ。あ、手なって冷たい。大丈夫、いける、動かない。はい、ちょっとずつ。でも体が温まってるからね。大丈夫よ。息整えて、息整えて。深呼吸する。そうそう、やば。なんできたでしょ。なんできた。ほら、これも香り、香りでしょ。多分。なるほど。いけるっしょ。いける。これを拭いて、拭いたやつで香り。え、めっちゃいい。ああ、今日はね、ちょっとプチーと整えぐらいだと思いますけども、ポンちゃんどうでしたか今日のサウナは。いや、マジで最高すぎて。おう、え、これガチで。おう、また切っていいですか。いいよ。セウナする。私はそのつもりでした。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。ここのチャンネル登録ボタンっていうのをポチッと押すだけで、お金も時間も一切かかりません。わかりますよ、僕のチャンネル登録恥ずかしくできない。デートの時にね、チャリン、チムケンチャンネル更新しました、気まずい雰囲気流れる。いや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 、でもね、お願いします。管理画面で見ると未登録者数が 70%。 チャンネル登録者数が増えれば増えるほどモチベーションも勃力も上がって、みんなに有益な動画を作ってきますので、ぜひチャンネル登録、ここポチッとよろしくお願いします。